はい、PK7453 フルアーマドメッシュパンツですねこちらの PK745 というタイプのアップデートのバージョンになりますねまあポイントはやっぱプロテクターなんですよねこれはお尻周りのところにコミネニに置いてはですね最強のプロテクターユニットが入ってますね PT 骨用のパッドも入りますし太ももにもハードタイプのパッドが入ります膝にはですねこちらあの C レベル1ですね。はい、ハードプロテクト入ってますね、はい。で、ちょっと私の方で納得いかなかった点を修正したモデルになってますね。この微低骨のパッドなんですけれども、えー、これの位置がちょっとですね、まあ、ジャケットの、まあ、パンツの構造上なかなかうまくいかなかったんですけど、ちょっと調整方法を変えることによって、よりですね、調整範囲を増やして、 てい骨を守ってなおかつそのライディングにおいてですねその座った時にあのシートにも干渉しにくい位置に調整できるようになりましたので、まあ、そういった意味ではですねその機能面ではかなりあの進歩を遂げたパンツになっているんじゃないかなと思いますでウエストのところにはロゴ入りのバックルですね、はい、でこちらはコネクションジッパーがついているので対応可能なジャケットに接続することができますと。 はい、ミドルクラス以上のライディングジャケットですね、小、ま、胸、あの,のものは今ついてますので、対応表とかもありますので、ご確認いただいて、えー、ジャケットを接続して、つ、ま、な、あ、ぎみたいに使っていただくことができますよというものですね。はいでこちらもニーグリップパッチですね、この,あのロゴが入ったものもついてますので。はい でえー、シャーリング等もありまして、ライディングポジション、かなり取りづらい、取りやすいものになっていますよね、はい。本格的なライディングに使用できるものになりますので、はい、プロテクターのユニットの,あの性能が高くてです、ねあの、すごく人気のモデルになります。で、これに股、えーま、下アジャスターですね、こちらもついてますので、引きずったりしていても、その使用を調整しながら使用できるというものになっていますので、はい、ぜひともご覧いただきたいなと思います。ありがとうございます。